まあ、時間になりますので、トークを始めさせていただきます。このトークの、ハッシュタグはラプシンエイジア B ですよね。 B ですので、ぜひともツイートを積極的にしてください。トーク終了後に、10分間の Q&A、当座者への質問などを行いますので、ぜひとも、まあ、いい質問を考えていただければいいんじゃないかなと思います。ではトークを始めます。チョヨンゴさんによるウェブオーディオで入門する信号処理です。ではよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。大丈夫ですか？部屋間違ってないですか？めっちゃイケてるサービスとか聞きたい人はいませんか？ウェブオーディオで入門する信号処理という、お題で CA1045 は喋らせていただきます。はい。一応自己紹介しておくと、こういう感じのツイッターをやってるで、まあ、仕事ではウェブで、去年ぐらいまではパールを書いてたんですけど、最近は Java になって、あとはまあ趣味で JavaScript を、趣味と仕事で JavaScript を書いてるみたいなことが多いような感じのバックグラウンドの人です。最近面白かったトピックとしては、上司との面談でちょっとツイッターが怖すぎるって怒られたことですね。はい。まあ、これはいいわ。でヤプシーと僕って感じなんですけども、一応3回、これ以外に3回ぐらい喋らせてもらって、まあ、こういう感じで、ちょっと振り返ってみないですけど、特に一貫性はないって感じですね。で今回は、ウェブオーディオの話なんですけども、まあ、どういう狙いでこの話をするかっていうと、ちょっと一回ウェブオーディオを触ってみてない人は触ってみてほしいなっていうのと、ウェブオーディオの便利ライブラリーをちょっと頭いい人がもっと頑張って作ってほしいなっていう、ちょっと思惑を込めてのセッションになります。はい。ということで、ウェブオーディオとは、ウェブオーディオのデモを一回でも見たことがある方どれぐらいいますかね。じゃあどんなデモを見ましたか。なんかこうドラムマシンとかシーケンサーとか。なるほど。やっぱそうですよね。まあ、こんな感じで、はい。やっぱドラムマシンとかシンセサイザーとかデジタル DJ とか、ちょっとかっこいい感じのやつとか、エフェクトをかけたりするやつとか、ちょっと、なんていうんですかね、ビジュアライザー、なんか謎の映像が動くみたいなやつとか、まあ、あともまあやっぱシンセサイザーが多いんですけど、まあ、これを見てて思うのは、なんだ、ノーミュージックノーライフみたいな感じだなっていうふうに思うわけですね。ウェブオーディオっていうのは、じゃあなんか別に俺音楽興味ねえしみたいな人には関係ないかっていうと、まあそうでもないってことを今回お話しできればと思います。はい。ウェブオーディオはウェブオーディオなんで、ウェブミュージックとは違いますと。ただ音を鳴らして楽しいってわけでもないんで、なんか他のにちょっと意味わかんないことやって楽しいこともできるって感じですね。で今までのウェブっていうのは、そのディスプレイっていう画面を表示して更新するだけっていうのが主な、なんかウェブ開発者としてユーザーに対してできる主なことだったんですけども、まあ、これは言い換えると、まあ、限られたディスプレイっていう限られた中の範囲の光の制御ができるに過ぎないわけだったんですよね。私たちはウェブエンジニアとしては。しかしこれからのウェブっていうのは、なんとウェブオーディオを使って空気を浸透させられるっていう。あ、すごいな。この限られたディスプレイの領域が飛び出て周りを空気を振動させられるなんていうウェブになっていくっていうことがもう確定的に明らかなんで、素晴らしいですね。あともうそのヘッドホン端子からもうそのまんま電気信号が出せるんですね。スピーカーをつながなければ電気信号がそのまま流れてるだけなんで、まあ、そう考えるとだいぶなんかこうできることが広がったんじゃないかなというふうに思うのではないでしょうか、というふうに僕は思うので、そういうセッションを話し、やっています。はい。ということで、ウェブオーディオによってウェブから物理的に直接干渉するという新しい手段を我々は得ました。めでたい、最高。ポエム終了。ということで、ウェブオーディオのまずちょっとイントロというか、どういう感じで、まあ、ウェブオーディオ触ったことない人もいると思うので、どういう感じの、実装していくのかという話をしたいと思います。でまずは、ウェブオーディオの考え方なんですけども、まずオーディオノードっていう規定クラスがあります。これを、継承したいくつものクラスが
定義されていて、それをつないでいくことによってストリーム処理をして最終的に、マイクに出したり、あ、違う、スピーカーに出したりヘッドホンに出したりっていうことができるという形になってます。で、オーディオノードっていうのはどういう処理があるかっていうと、まあ、こういう感じのマイクから入力しているノードとかスピーカーに出力するノードとか、あと各種のフィルターノードとかがあります。まあ、これ一応個別に説明していきます。で、オーディオノードの一番重要な API、 もうこれは絶対使うっていう API が1個だけあって、ちょっとなんか表示されてないですねボイットコネクト、コネクトっていう、メソッドがあって、これちょっと表示されてないんですよコネクトっていう他のオーディオノードを1つ取って、あとチャンネルっていう数字を2つ取る、数字を、他のオーディオノードを数字数字で取る、メソッドがあるんですけど、それを1個呼ぶと他のノードとつなげて、その間でストリームがやり取りされるようになる、やり取りじゃない、送るだけですね、っていうメソッドがあって、これは必ず使います。で、基本的には簡単なことをやってる限りではほぼこれしか規定ノードの、メソッドは使いません。ディスコネクトとかも一応あるんですけど、まあ、何使うんだろうなっていう感じですね。使い回す場合かな、まあいいか。で、一番簡単な例を一応出してきました。これあれですね、持って運んでる、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。よし、このここでオーディオコンテキストっていう一番、オーディオウェブオーディオのコンテキストっていうのを1個作ります。で、これ基本的には1個しか作らなくて、いっぱい作ると怒られます。で、次にクリエイト、コンテキストのクリエイトゲインっていうメソッドを呼ぶとゲインノードっていうのができて、まあ、これは音量調節できるノードなんですけど、まあ、それを作ってゲインのゲインプロパティのバリューに 0.5 を入れると半分の音量で再生されるようになるみたいな感じになってて、で、もう一個 OSC っていう、ノードをコンテキストとクリエイトオシレーターっていうので作ってます。で、これは、ある一定の周波数をずっと発信し続けるというノードになっていて、で、これの OSC の、フリークエンシーのバリューを 600Hz にしてるっていうことになります。で、最後にこれらをコネクトで つなげて、再生するっていうコードになってます。はい、まずオシレーターからゲインにつなげて、ゲインからコンテキストデスティネーションっていう、これは、特殊なノードで、要するにスピーカーノード、あ、スピーカーとかヘッドホンに出力するっていうノードなんですけど、まあ、これは最初から定義されています。で、接続したら、1つのストリームができるという形になるんで、その状態で OSC.start っていうのを呼ぶと、音が出るようになります。入れたい。はい、で、次。で、一応基本的なオーディオノードっていうのを一応列挙しました。まず今使ったオシレーターノード、任意の周波数を1つ無限に発生させることができるんで、プーとかポーとか鳴らしてるときは十分これでいきますと。一応途中から周波数を変えることもできるんで、まあ便利かなっていう感じですね。デモとかでよく使う感じですね。で、次にオーディオバッファーソースノードっていうのがあって、これはオーディオバッファーっていう、フロート32アレイマイナス1から1までの波を実際にその数値として入力したバッファーのノードを元に、オーディオのストリームを作り出せるっていうノードになってます。で、次が、メディアエレメントオーディオソースノードっていって、オーディオ要素とかビデオ要素から、オーディオノードを作り出せるというやつです。で、次がメディアストリームオーディオソースノードっていうのがあって、こっちはストリームになってるって感じですね。エレメントがストリームになってると。これはマイク入力とかビデオ入力から音をウェブオーディオのものとして扱うことができるという API になってます。で、次に出力系なんですけど、あんまりなくて、オーディオデスティネーションノードっていうのがまず1個あって、これがさっきのコンテキストとデスティネーションのクラスになります。要するにこれは通常の出力で、基本的にはこれを使うことになります。で、もう一個メディアストリームオーディオデスティネーションノードってのがあって、これは WebRTC とかで別のコンピューターにオーディオストリームを転送するような時に使うようなオーディオノードになります。あんまり今回のセッション、あんまりというか全く使ってないですね。というか今まで使ったことないですね。あとちょっと特殊なノードもあって、チャンネルスプリッターノードとチャンネルマージャーノードっていう、チャンネル、一応オーディオノードっていうのは複数のチャンネルを持ってて、要するにステレオだったら左チャンネル右チャンネルってのがあるんですけど、それを基本的には1個、2つセットで
扱ってるんですけども、それを1回スプリットして分けて別々に処理して、あとでもう1回マージして、コンテキストとデスティネーションに渡してあげるっていうかっていうとかいうことができるように、こういう特殊なノードがあります。これら自体はそのノードを分けること以外のことはしてません。要するにフィルターがかかったりはします。で、一番数が多いのがフィルター系のノードで、まあ、例えばさっき使ったゲインノード、これが信号の増幅とか減衰とかミックスもできて、要するに複数のオーディオソースから1個のゲインに対してコネクトすると、そこでミックスが行われて次のノードに合成された状態で届くっていう風になってます。あともう1個が、あ、まだまだあって、ちょっと読み方わかんないですけど、バイクワットフィルターノードかな、4次関数フィルターノード、よくわかんないですけど、まあ、なんかデジタルフィルターの実装になっていて、これ一つでローパスフィルター、ハイパスフィルター、ワンドパスフィルターとかいろいろフィルターがかけられるようになってます。で、スクリートプロセッサーノードっていう JS でフィルターを書いて、まあ、これ後で詳しく説明するんですけど、できるやつとか、アナライザーノードっていって FFT を実際にブラウザの中にも組み込まれている FFT があるんで、それを使えるノードとかがありますと。まあ、他にもいろいろあるんですけど、全部話してると気にならないで、これぐらい使いますって感じですね。で、まずアナライザーノードっていうのはちょっと特殊なノードなんで一応説明しておくと、これにつなぐと特に信号の加工は行われないんですけども、このアナライザーノードに定義されたメソッドを呼ぶと、 FFT された要するに周波数ごとにどれぐらいのレベルの信号があるかっていうのが取れるっていう機能があるんですけど、まあ、そういうことができるノードになってます。ただ結構制約が大きくて、信号処理なんで周波数ごとの強さとかっていうのを知りたいことがあるんですけど、ちょっと厳密なタイミングで実行できなかったり、 Web オーディオ自体がサンプルレートが 44.1kHz で完全に固定なんで、小さい単位、例えば 100Hz とか 10Hz 程度の単位でどれぐらい周波数の強さがあるかっていうことを取得するのは、ちょっとかなり計算をしないといけないんで、ちょっとコストが高くなってくるみたいな問題があります。なんで、まあ、基本的にこれはビジュアライザー用の実装として多分念頭に置いて実装されていて、定義されていて、ビジュアライザーはこれを使っていることが多いことになります。で、もう一個のスクリプトプロセッサーノードっていうのは、任意の JavaScript を実行させてフィルターを作れるっていうノードになってます。これは指定したバッファサイズ、例えば4096サンプルとかでバッファサイズを指定してあげると、そのサンプルごとにコールバックが来て、そのサンプルをいじくってアウトプットに対して書き込むことができるみたいな形になってます。で、まあ、これはもう信号処理用ですね。で、データがそうどう来るかって話なんですけど、これはイベントがいちいち送られています。オンオーディオプロセスイベントを、登録してあげると、指定したサンプルごとにイベントが発生して、そのイベントのオブジェクトの中にフロート32アレイがあって、それがマイナス1から1の間を取る不動小数点数の配列になっているので、まあ、それをいじってあげる形になっていますと。はい、そうですね、スクリプトプロセッサーノード、はい、はい、スクリプトプロセッサーノードについてここで残念なお知らせがございます。デプリケートちょっと資料やっぱ作るときに調べてたら、あれ、いつの間にかデプリケットになってるみたいなことを昨日ぐらいに気づいて、はい、残念ながらデプリケットらしいです。ただですね、まだ完全にデプリケットっていうわけではなくて、そのうちオーディオワーカーノードっていうのになりますってだけです。ただ実装がまだなくてないんで、スクリプトプロセッサーノード今現時点では使う必要があります。で、これは何でデプリケートになるかっていうと、スクリプトプロセッサーノードっていうのは、その指定したサンプルごとにいちいちコールバックが呼ばれてくるんで、そのオーディオっていうのは めちゃくちゃすごい勢いで流れてくるんですけど、そのスピードでいちいちコールバックが呼ばれてると、その JavaScript のフロント側 その実行コンテキストを占有してしまうんですね。で、それだとまずいわけですよ。やっぱブラウザーが遅く感じちゃうんで、やっぱそういうのはブラウザー実装の人は切れるんでこんな仕様はなしだってことになったんだと思いますね。で、まあ、実際そういう重い処理を JavaScript の中でやると、どんどんオーディオストリームは遅れていく
みたいな感じと、あと、うん、確かそんな感じになった感じだったと思います。で、多分それがオーディオワーカーノードになると、別の JavaScript のコンテキストにポストメッセージで1回投げて、それを戻ってきてって形の処理になると思うんで、メインの JavaScript のスレッドは固まることなく継続できて、ワーカーは超苦しい思いをするみたいな感じになる感じですね、多分。あとですね、これですね、これは、スクリプトプロセッサーノードとは関係ないんですけど、これはあれですね、マイク入力を使う時のやつですね。ナビゲーター .getUserMedia っていうのがあって、これは先ほどのメディアストリーム、ちょっと説明したメディアストリームオーディオソースノードを作るためのまず第一歩なんですけど、ですね、現時点ではまだベンダープロフィックスがついてるんで、ナビゲーター .getUserMedia は使えないんですけど、使えないというか、実行すると、ちょっと見えないですね、どう考えてもね。まあいいか。WebKit GetUserMedia っていうのがあって、これを呼ぶ必要があるって感じですね。まあいいや。で、これを使うと、なんとマイク入力から任意の信号を入れれば、Web で解析ができるっていう便利な API になってるんで、便利な API になってます。ただし、さっきのダイアログが出ます、必ず使用時に。なんで、なんか盗聴したりはできないようになってます。はい。ゲットユーザーメディアにもちょっと残念なお世話しがありますね。これはさすがにデプリケーテッドではないんですけども、なんか出るんですよね。まあ確かにデプリケーテッド出るんですけど、オンインセンキュアオリジンズって書いてあるんですね。まあ、要するにこれ何がダメかっていうと、HTTP では使えなくなるってやつですね。Chrome はなんか新しい Web API の一部をもう HTTPS でしかサポートしないみたいな形、ポリシーを明示してて、まあ、Chrome 以外は使えるかもしれないですけど、とりあえず Chrome では使えなくなるんで、1個使えなくなったら全部使えなくなるもん、同じようなもんなんで、まあ、とりあえず残念なことになってます。なんかちょっと試した感じだと、使えるページと使えないページが現時点でもあるみたいで、なんかちょっとよくわかんないですけど、まあ、とりあえず使えなくなる予定で、なんでこれからは個人開発でもいちいち HTTPS のサーバーを立てて頑張って開発する必要があるなみたいな感じですね。ということで、ものすごい駆け足なんですけども、 Web オーディオの概要をこれで終わりますと。まあ、すごい別に難しい API じゃなくて、 Web オーディオ、あ、オーディオノードのインスタンスをつなげてマイク入力してスピーカー出力ができるよねとか、あとスクリプトプロセッサーノードを使えばとりあえず何でもできるよねっていうのが、まあ、分かってればいいかなと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。お、なるほど。やっぱ意外と時間ないですね。1時間セッションなのに。もうちょっと急ごう。オーディオ対、ようやく信号処理に入ってきました。Web オーディオで実現する前に、すごい基本的な信号処理の用語みたいなのを知っておかないと、やっぱりちょっと実装できないというか、うん、まあちょっと、難しい部分があるんで、一応説明 しようと思います。まずですね、そのオーディオ帯域の信号処理っていうのはどういう帯域の周波数を扱うかって話なんですけども、まず根本的にオーディオ帯域っていうのをどれぐらいのことを言うかっていうと、 20Hz から 20kHz が過聴域って言われてるんで、人間の耳に聞こえる領域になります。で、ウェブオーディオが扱える範囲っていうのは、サンプリングレートが 44.1kHz なんで、その半分の 22.05kHz までの周波数を扱うことができます。なんで一応過聴域は超えてる、ギリギリ超えてるかなぐらいの周波数を扱うことができます。で、一応音声帯域っていうキーワードもあってですね、音声帯域っていうのはオーディオ帯域とはまた違って、こっちは 300Hz から 3.4kHz っていうすごい短い、あ、狭い帯域になってます。これは電話回線がこの帯域になってて、会話ができる最低限の帯域と言われてます。あの、電話回線ってすごいなんかこもったというか、なんか完全に特徴がなくなったような声じゃないですか。すごい音質悪いってすごい昔から言われてるんですけど、まあ、それがなんでかっていうと、やっぱり電話回線って占有しちゃうんですよね。一回受話器を上げると、で、占有する分の周波数帯域が狭ければ狭いほどたくさんのユーザーがつなげられるんで、その電話回線にはパケット化っていう概念がないんで占有しちゃうんですね。
なんで、まあ、こういうふうにできるだけ狭い領域っていうのを、昔の人は頑張って考えたっていう感じですね。で、音声体験の通信といえばやっぱ思いつくのはこれですよね。もしかしたら僕ぐらいがこれを聞いてた最後の世代かもしれないんですけど、あ、そうですね、 なんであれ音出してたんですよねっていう感じなんですけど、ピーピロロロロピーギャーギャーってやつですね。あれ何をやっていたかっていうと、まずピポパポピポパっていう DTMF のダイヤルで、プロバイダーのこう、なんだろう、接続先に接続しますと。で、接続したらまずハンドシェイク処理通信っていうのが走って、それで、その実際の一番、実際まあ、その後に始まるもうちょっと速い通信がどれぐらいのスピードで行われるかとか、どういうプロトコルで行われるかっていうのを一応やり取りして、でそれからようやく、普通の通信、速い通信が始まるって形になってましたと。もう絶滅危惧種ですね。で、これは音声回線をそのまま利用した回線になってたんで、可聴域でああいうふうに耳に聞こえる、まあ、出力する必要があったかどうかよく分かんないですけど、とりあえず耳には聞こえる領域で行われてました。で、基本は FSK っていう、デジタル通信になってました。ということで、借りた技術のなんとかってやつで、ウェブオーディオのおかげで音声帯域の通信がまず可能になったんで、モデムを作ろうと思いました。で、作ったやつのちょっとデモを一応しようと。どっか行った。よっ。いやパソコンって難しいっすね。全然出てこないんだけど、どこ行っちゃったの？え？あ、違うの。これじゃない。あれあれ？こっちに出てるな。はい。で、一応ちょっと流してみます。ちょっと待ってください。で、始まるっていう。これ左側に映ってる JPEG の 1.7KB って書いてあるんですけど、それを、右側にのスレーブに対して送信するっていうモデムの実装になってるんですけど、ちょっと見てみましょうか。すごいこう頑張ってる感じがして可愛いと思うんですけど、昔はやっぱこういう体験をみんなしてたはずなんですけど、ちょっとみんな忘れかけてるんじゃないかって。もうちょっとで終わりますね。ということで、これ 1.7KB を送信するのにこんな時間かかるのかって感じなんですけど、まあちょっとそういう実装になってますと。これをもうちょっと後で説明します。で、これはどういうモデルになってるかっていうと、300bps、これキロとかメガとかついてないですよ。300bps の誤り訂正も何もない、すごいシンプルなやつで、一応その使う周波数は、昔のモデムの実装と同じような周波数になっていて、これはこの周波数って ITU っていう国際電気通信連合っていうところが定めて、一応 RFC みたいなの出してるんですけど、それをにのっとって一応周波数だけは書いてあります。プロトコルは違うんですけど、ちょっと、はい。で、これを作るために信号処理で知っておくべきキーワードっていうのがいくつかあるんで、一応一個ずつ説明しようと思います。まず基本的な周波数、まあ、特に言うこともないと思うんですけど、波が1秒間に繰り返される数です。これが一周期です。このこれなんか結構やってても勘違いするんですけど、ここからここまでじゃなくて、ここから一回波を割ってここまでが一周期なんで、ちょっとねたまにはまりますと。はい、はい、もっといきます。振幅っていうのは波の高さの音で、ここが0のラインなんですけど、まあ、平均値と一番遠いところ、最大値の差が振幅になります。で、これが一番面倒くさくて、位相っていうのがあるんですけど、2つの
波を比べた時にどれぐらいその波がずれているかを、のことを言いますと。で同じ周波数でしか定義できません。で同じ周波数があった時にこういうふうになっている波ともう一個別の波があった時にこれぐらいずれてますよっていうのが位相の差になります。この図だと90度ずれていることになります。要するにもうずっとずれていくと いつか重なっちゃいますね。一周するともうゼロになるっていう、要するにどんどん遅れていくとゼロになってまた、0、90、180、270、0みたいな感じで変わっていきます。ちょっと休憩もうちょっと細かく質問ありますかって言った方が良かったの、まあ、いいかでサイプリング周波数っていうのはさっきちょっと言ってたんですけど、アナログ信号、音っていうのはもともとアナログ信号なんですけど、それをデジタル化するときにどれぐらいの頻度でどうやってデータを取得するかっていう周波数がサンプリング周波数になります。これの青い点を取る周期がサンプリング周波数になります。でこれがウェブオーディオとかあとでは 44.1kHz になっています。でこれに関係してナイキスト周波数っていうのがあって、ナイキスト周波数っていうのはサンプリング周波数の半分のことを言います。これは再現可能な最大の周波数ってことになってて、まあ、さっき 44.1kHz のサンプリング周波数で 22.05kHz が最大の 再現できる周波数だって言ったと思うんですけど、まあ、そのことを言っていて、サンプリング周波数の半分、違うな、波の倍、なんか再現したい波の倍の数のサンプリング周波数がないとこの波を1個波を作れなくなっちゃうんですね。片方だけの波で次の波が来ちゃうとあれ波ないみたいな感じになっちゃうんで、まあ、それのことをナイキスト周波数っていうのが半分で、要するに2倍必要ですよっていうことを言ってるだけなんですけどっていうのがありますと。なんか説明するのめんどくさいですね。でもうちょっと重要で難しいというかめんどくさい概念があって、周波数変換っていうのがあって、2つの波形を合成、乗算のことを言うんですけど、すると2つの波の差と和の波ができるっていう現象があります。で例を言うと 1000Hz と 1500Hz の音が鳴っていると 500Hz と 2500Hz の音もなぜか聞こえるっていう現象があります。この現象を利用して信号を別の周波数に移動したりするっていうことができるようになります。でこの現象は音響的な場合はうなりって言って、空間周波数の場合はモアレって言ったりします。要するにいろんな分野で波がある部分には必ずこの謎の現象が起きるって言わせます。でちょっとこれからちょっと電波と音波が混ざったり説明をしたりするんで一応説明しておくと、音波と電波っていうのが一応違いがありまして、まず空気が伝える、空気を振動させるのが音波なんで速度は音速で、電解と磁界っていうこのなんか謎の空間があるんですけどが伝えるのが電波で、これは光も電磁波なんですけど、光と同じ速度で電波進みます。で信号としてはどちらも波で、ただ波の伝送経路が違うだけなんで波の性質っていうのはどっちも同じです。要するにさっき言った周波数変換みたいなことが、音波にも電波にも通用するって形になります。はい。で周波数帯域と通信速度って感じなんですけど、周波数帯域が広いほど速度が速くできて、逆に言うと速度を上げると帯域はどうしても広がってしまうっていう現象があります。あとノイズが少ないほど速度が速くできる、まあ、なんか当たり前のこと言うんですけどっていうことを説明した、シャノン・ハートレーの定理っていうのがあって、これをググると出てくるんですけど、まあ、すごい難しいんで、まあ、とにかく理論限界っていうのが求められるんだなっていうことが分かっているといい感じです。でもう一個、なんかすごい説明ばっかりです申し訳ないですけど、半相波っていうのがあって、これは信号を伝送するための基本周波数のことを半相波って言っていて、例えば AM ラジオの 1242kHz って言った場合は 1242kHz が半相波周波数と言われていて、 AM ラジオの場合は周波数帯域が上下に 7.5kHz あるんですね。で全体で 15kHz っていうのがになってます。
でこの 15kHz 以内にしろっていうのは法律でそもそも定められてるんで、これ以上には広げられなくて、で広げられないってことはこれ以上周波数帯域が上げられないってことは音質を向上できないってことなんで、 AM ラジオは音が良くないっていうふうに呼ばれてますと。はい、で次に変調と副調っていう話なんですけど、だんだんようやく面白い話になってきたなって感じですけど変調は英語で言うとモジュレーションって言って、副調のことはデモジュレーションって言って、でこのモジュレーションとデモジュレーションの頭文字を取ってモデム、変調副調器っていうふうに言います。これは信号を伝送用に変換したりすることを言っています。同じ0と1を送る場合でも変調方式によってどういうふうに伝わるかっていうのが違うですね。ということで、はい、どんな変調方式があるかって話なんですけど、まあ、こんな感じの変調方式があって、まあ、一個一個ちょっと見ていきたいと思います。まずオンオフキーイングってやつですね。これは要するにモールス信号なんで、すごい一番原理的には簡単なんですけど、信号のあるかなしかで0、1がを送る形で、まあ、1と0は逆でもいいんですけど、ここの間は何もなってなくて、1になってプープーってなるってことです、感じですね。でこれはすごいノイズに強いっていう特徴があるんですけど、まあ、なんでかっていうと、ここのない部分とある部分の差がすごい大きいからノイズに強いんですけど、ただその一方で信号が弱い場合にそもそもゼロなのか、それとも信号があったけど弱いのかっていうのは判断できないですね。だから、まあ、基本的には使わないことが多いです。ノイズがある、ノイズが多い環境では使わないことが多いです。で次に、お、こういうのもありましたね。一応これもデモするか。時間あるか。ない。あれいつまでだっけ。これは15時10分ぐらいまでか。マジで時間ないな。いやこれはちょっと飛ばしますか。で ASK っていうのが今度はその0はちょっと弱い、ピー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 っていう音が鳴るのが ASK です。さっきのモールス、オンオフキーイングの0と弱い信号は区別できないっていう問題を解決できています。これは AM ラジオの変調方式のデジタル版です。で次が今度は FSK、 さっきもちょっと出てきましたけど、信号の高低差で、データを変える方式です。ブーピーブーピーっていう感じですね。でこれがものすごく早く繰り返されるとピロ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 って聞こえるやつですね。でこれは FM のデジタル版になります。これは比較的ノイズに強い機械なんですけど、なぜかっていうと振幅が全く関係ないんで、受信側でとりあえずマックスまで増幅して周波数だけ検知すればいいっていう実装にすればよくて、なんで、ノイズに比較的強いと言われてます。で次がすごいちょっとややこしいんですけど、 PSK って言ってフェーズシフトキーニングっていうのがあって、これは位相の変化を、変えて位相の変化で0、1を送るって形になってて、これ残念ながら言葉ではできないんですけど、ここでまず位相が変わってます、位相が変わってますっていうのを繰り返して01を送るっていう感じです。人間の耳っていうのは位相を聞き取ることができないんで、どうしても分かりにくいんですけど、まあ、こういう方式があります。これはすごいよく使ってます。でこれらを組み合わせて QAM っていう、例えばもう携帯電話とかで使われてるすごい高速な通信にはこういう変調方式が使われてて、これは ASK っていうさっきの弱かったり強かったりするやつと、フェーズシフトキングの謎の位相のズレを利用したやつを頑張ってやってるやつがあります。でちょっとやばいな、時間ないね。直行位相っていう考え方があって、E フェーズとクワドラチュアフェーズって90度進んだ進行波を2つ使うことによって、なんか信号をデコードする方法なんですけど、90度位相差がある波っていうのは合成しても元に戻せる性質っていうのがあって、まあ、そのことを直行性っていうんですけど、まあ、それでやるとデジタル変調とかではなんかいい感じにデコードできたり、エンコードできたりしますと。あとなんかエラー訂正とか、ちょっとリード・ソロモン符号の JSS ディスクを書いたとかっていうのがあります。まあ、ここら辺はちょっと溶かしますか。
でまともな実装っていうのは本当はデータをパケット化して IMI 提訴のコードを付与してインターリブっていうちょっと情報を並べ替えてあげて、IMI 提訴をしやすくしてあげてもう一回 IMI 提訴をかけて伝送してそれを複合するみたいな処理を含むやるんですけど、さっきのモデルっていうのはこういうのがないんで、ちょっとまともではありませんと。ということでこういう感じの仕様だったんですけど、どういうふうにやってるかって感じですね。ウェブオーディオのモデムで変調する場合はオーディオバッファーっていう実際に波を数値に入力して作れるノードがあるんで、これで直接作ってやればいいって感じですね。そんなに難しいわけじゃない。ただそうですね、でこれで作ってウェブオーディオっていうのはすごいデバッグが難しいんですけど、こうやって波形を直接見る方法があればデバッグが楽だなと思って一応作ったのがあります。キャンバスでトリガー、要するに一定の値以上になったらこれを表示するみたいなことが書ける形になってます。で副調がやっぱ難しくて、マイフィルターとしてまず1回フィルターをかけるっていうのをやってから、スクリプトプロセッサーノードでさっき言った IQ ノードっていう、IQ を合成するとなんかいい感じに周波数変換っていうのがされて いい感じにレコードできるようになるって感じなんですけど、なんかそういうのがどういう風になってるかっていうのをちょっと進めて、でローパスした後にまずスクリプトプロセッサーノードっていうのが入るんですけど、その時に振幅と位相を求めます。これ計算すればすぐに求められてて、なんか、とにかく計算すればいいと。でそれを求められると今度はどれぐらい周期が変化してるかっていうのを求められる。これは要するに周波数のことなんですけど、周波数を求められるんで、それを求めてどれぐらい、周波数がずれてるかっていうのが分かれば0、1に変換できるって形になるんで、それで変換してデジタル化するって形になります。で0、1のデータになったらもうあとは普通の信号処理のなんかシリアル通信と同じ方法でスタートビット、8ビット、ストップビットみたいなのを定義してあげてデコードしていく形になります。でバイト単位になったらもう我々の領域なんで、適当なプロトコルに乗せて通信する形になります。でさっきのモデムの例では X モデムっていう感じのプロトコルがあるんですけど、それに似た感じの実装を自分で書いてありますと。でちょっとやっぱ 300bps だと遅すぎるんで、複数の変調方式を組み合わせようとか、IMI 定数を入れようとか、デコードのアルゴリズムを共にするとかあるんですけど、ちょっと僕の技術力だと難しくて何度か諦めてる。ここ2年ぐらいで 3回ぐらい諦めてるんで誰か作ってほしいなと思ってます。ということでもうちょっと未来の話をしようかな。未来とか、昨今ですね、超高音通信ちょっと流行ってますよね。 16kHz 以上ぐらいの音で通信するっていうやつなんですけど、超音波とかっていう風に出してる記事が結構あるんですけど、あんまり超音波っていうほど超音波じゃないことが多いです。でちょっと人によっては不快に聞こえる、子供の方が聞こえやすいらしいんですけどとか、あとデバイスによって音がうまく出なかったりするとかっていう問題があります。いろんなところが結構使い始めてて面白いことやってるんですけど、最近なんと Android の Google のプレイフレームワークでも入ったらしいみたいな噂を聞いたんで、ちょっと本当かどうか分かんないですけどちゃんと調べてないんで、なんか使えるようになってるかもしれないです。で一応メリットとデメリット言っとくと、やっぱマイクとスピーカーで送受信可能っていうのが一番大きいですね。要するに特殊なハードを追加することなく非接触でデータをやり取りできる。つまりこれは Web オーディオでも実現の可能性がありますね。でデメリットとしてはマイクもスピーカーも全く特性の保証がないんですね。 Bluetooth とかだったら必ず Bluetooth の規格に従ったアンテナとかっていうのを使うんですけど、そういうのがないんでデバイス依存性が非常に強いと。そのため IMI 訂正を頑張ったりっていうのをやんなくちゃいけなくて結構大変で、人によっては不快に聞こえる場合もあると。これはちょっと他にもスペクトラム拡散とかっていうのをやれば、これはノイズっぽく聞こえるようになる信号方法の変調方式なんですけど、いいかもしれないとか、あとちょっとやっぱ遠距離の通信はすごい難しいし、周波数が低くてノイズもすごく多い。こうやって喋ってるだけでも大量のノイズが出るんで、やっぱり速度は出ないっていう欠点があります。ということで、とりあえず超高音通信については終わり次に IoT との連携なんですけども、 IoT の難しいところっていうのが結構あって、例えば Wi-Fi のモジュールを買ってきて、じゃあ Wi-Fi につなげようって思うんですけど、とりあえず Wi-Fi につなぐための接続情報が必要だけど、どうやってユーザーに入力させるのみたいな問題がやっぱあるんですよね。
いくつか開発方法はあって、例えば Wi-Fi のモジュールがあるので、1回 Wi-Fi のアクセスポイントになってユーザーにそこに接続してもらって専用アプリに接続する情報を送るとか、あと1回やっぱ API を立てて HTTP サーバーも立てて、そこにユーザーからリクエストを受けて設定をする画面を作るとかあるんですけど、どっちもすごいコストがかかってファームウェア側の実装が肥大化するという問題があるんで、すごい大変なんですよね。なんで Web オーディオが使えそうだなと。直接ヘッドホンポートに電気信号を送れるっていう特性があるわけなんで、それをなんとか IoT というか側でなんかできないかということで、 Web オーディオ直結 UART っていうのをやってみた感じです。要するに Web オーディオから直接 UART の信号、シリア通信の信号を生成して、これをヘッドホンポートに出しますと。でヘッドホンポートに出したやつを受信側でちょっと回路を組んで、まあ、少しだけですね、ちょっと波形の増幅と整形を行って UART の回路に入れます。絶対 UART の回路っていうのはマイコンとかそういうチップに、はい、ついているので、もう追加のハードウェアはほとんどいらなくなると。でもうそのデコーダーっていうのもハードウェアデコーダーとして実装されていることがほとんどなので、追加のファームウェアの実装もほとんどいりませんと。ということで、これは送信側だけ作ってやってみたんですけど、特にデモできる感じじゃないんで、これはコードですね。お、開かない。まあいいか。まあそんなに、オーディオバッファーソースノードにを作って、ただ出してるだけです。本当に、特に何も面白いことない。で、実際出した結果がこんな感じになってて、上がヘッドボーンの端子の出力になってて、これは音量最大値に取ったんで、マイナス2ボルトかプラス2ボルトぐらいなんですけど、だいたい MacBook からやったんですけど、音量の半分ぐらいに設定すると200ミリボルトぐらいになるのかな、ぐらいになってたんで、結構増幅しないといけないと。なんか結構ギザギザしてますけど、これはちょっと周波数の切り替えが早いからこういう現象が起きてます。で、これを回路に入れて整形して5ボルトのロジックレベルにしたのが下側になります。これは一メモリが5ボルトになってるんで、ちょっとすごい見にくいんですけど、ここに5ボルトの線があるんですね。上は何ボルトだ、上は2ボルトずつの線になってます。ピークとピークで4ボルト、はあ、でこれをマイコンの UART に入れるとなんとデコードできると。つまりウェブオーディオを経由してもう直接シリアル通信ができる、まあ、さっきも言ったことです。こんな感じの回路なんです。ちょっといろいろ不具合があって、これではまだダメなんで、ちょっとまだ改良したいなって感じです。ちょっと今、お城が壊れてるんで、また今度やろうかなと。で、これをやった感じなんですけど、2400bps ぐらいだったら全然余裕でいけるんで、なんだ、全然いいじゃんって感じです。波形見た感じだと 4800bps とか 9600bps ぐらいまではいけそうだなっていう感じはあるんですけど、ちょっと回路が、ちょっと微妙だったんで、そこまでまだ確認はできてないです。ただいけそうってなんでやってくれって感じですね。なんでこれを使えばこの経路を使って SSID とかパスワードを IoT のデバイスに送ってセットアップして、その後はいい感じにするとかっていうのができそうと。まあこれの方が HTTP サーバーを実装するよりも簡単かなと思っています。まあ HTTP サーバー一回実装すればいいんですけど、マイコン側にそのコードサイズの余裕がない場合はやっぱこういうなんかちょっとひねくれた方法を使ってもいいかなと思います。あとですね、もうちょっとぶっ飛んだ感じのあれなんですけど、ウェブオーディオで電源供給をしようどういうことって感じなんですけど、これはちょっとだいぶ前やったんですけど、ウェブオーディオで音を出して LED を光らせるってデモなんですけど、こっち側の回路は何もバッテリーとかがつながってないですよね。ただウェブオーディオの違うオーディオ端子がヘッドホン端子から何かが来ているというやつになってて、これでなんと LED が光らせることができるんですね。はい、信号処理とちょっと離れてるんですけど、ウェブオーディオから音量マックスで出力させて受け側の回路で昇圧させて LED を光らせるぐらいの電圧電力を得ることができる。これは昇圧された後で 50mW ぐらいの電力を稼げるっていう感じでした。はい、まあ、こういうのをやるともしかしたらウェブオーディオ、さっきのシリアル通信と組み合わせて
電源供給もするし、電源供給もするし通信もするしっていうのであれば、とりあえずなんかつなげば動くみたいなデバイスができる可能性があると。はい、まあこういうのも作ってますよって感じですね。こんな感じ。このバイクワットフィルターっていうノードっていうのはさっきちょっと説明したと思うんですけど、結構周波数特性が分かりにくいんで、一応こういうツールを作ってます。資料は後で公開するんで、それで見ていただければいいかなと思ってます。ということで、ウェブオーディオのまとめを一回したいと思います。ウェブオーディオは他の機能と比べて異質のポテンシャルを持っていることが一応この拙い発表でお分かりいただけたと思います。まあ異質ですよね、電源供給できますからね。ということで、ウェブオーディオでできることをまとめると、音が出せて、マイク入力もできて、生データを JS でいじれるんで、結構いろいろ何でもできて、今までのなんかウェブとはちょっと違うものが作れるので面白いかなと思います。そして信号処理をしましょうと、ウェブオーディオで始めましょうと、なんか便利ライブラリを作ってほしいなと思ってます。簡単なモデルだったら、さっきの実装は、コードサイズ的にはほとんどめちゃくちゃ少ないんですぐにできますと。ただ速度を追求し始めると、すごいアルゴリズミックなんで難しくなってきます。なんでちょっと頭いい人に頑張ってほしい領域になってます。ということで、質問などありませんか。はい、はい、あ、すいません。すごく面白い話で最高でした。僕はウェブオーディオでドラを鳴らすぐらいしかやったことないんですけど、快適にね。快適に。この音ってモバイルデバイスとかで使えるのかなっていうのはまずちょっと思ったんですけれども、スピーカーはまあやったことあるんですけど、インプットあるんですかね。インプットもありますね。あ、確か。あ、ちょっと待ってください。いや、わかんないですね。やったことないかもしれない。スピーカーじゃあモバイルのデバイスでどうでしょう。ぜひともこうなんかこう車のラジオに「ヘイシリ」って流したら全米の iPhone をハックできるみたいな、ああいう未来がすごく待ってるかなと思って期待したいんですけど、はい、確かにあ、でもできたと思うんだけどな、ちょっと覚えてないですね。最近動かしてないからな。ありがとうございます。はい、すみません。他に質問などございますでしょうか。もうちょっと手を挙げてください。とりあえず、貸していただいて。あ、じゃあ、そこの。すごい楽しい発表ありがとうございます。僕は、ウェブオーディオとスクリプトプロセッサーノードを使って、自分の音声を録音するっていう機能を、ブラウザで実装したことがあって、で、何をしたいかというと、僕はカラオケが好きなんで、自分が歌ったやつをブラウザで録音したかった。で、エフェクターを作りたいなと思ったことがあったんですけど、その時間軸を扱うのがめちゃめちゃ難しくて、なんかその周波数をいい感じに変換できないんですけど、スクリプトプロセッサーノードとその頑張って実装すればそれはなんとかなりそうな気配があるのかどうかっていうのをちょっと聞きたくて。録音してエフェクターをかけたい。そうですね、もしくは存在しているオーディオバッファーの周波数とか TT のちょっといい感じに調整する、はいはい、なるほど、キーを変えたりとかっていうことですね。なるほどね、それはどうでしょうね。一応できることはできるんですけど、もちろんできるんですけど大変感があります、ね、結構大変感があります。やるとしたら、そうですね、どうすればいいんだろうな。いや、難しいですね。ちょっと今一瞬では思いつかない。すいません、申し訳ないです。他の質問などございますでしょうか。録音のために質問をちょっと概要的にコールバックしていただける。ごめんなさい、申し訳ないです。はい、面白い話ありがとうございました。僕はウェブオーディオを本当に一瞬だけ触ったことがあって、でいろいろウェブで調べたりしてみたんですけど、はい、結構仕様が安定してないイメージがあって、このメソッド配信になりましたみたいなサンプルコードがめっちゃ出てくるので、すごい無駄な時間になった。
で結構辛いなと思ってて、ただ触ってみたいという思いはあって、で今後この Web Audio API の仕様っていうのはどんぐらい変わっていくのかっていうのをもし何かあったら聞きたいなと思います。はい、Web Audio API がめちゃくちゃ変わりまくるんだけ どれこれからも変わりまくるのかっていう質問なんですけど、わかりません。まあ僕 も今回は発表資料を作ってる中でデプリケーテッドなのがいくつか出したぐらいなんで、おひでえなっていうふうに思ったんですけど、まあでも基本的な考え方は変わらないのかなと思うんで、多分少ない変更でこれからは、まあ移行はできるのかなっていうふうな温度感かなって僕個人としては思ってます。ありがとうございます。他いかがでしょうか。一番向こうの。面白いお話どうもありがとうございます。先ほど LED を光らせるって、ね、こうあったんですけども、あれはやっぱり昇圧しないと光らない感じですか。そこの直結だと思います。さっきの LED を光らせているやつが、まあ、昇圧しないとダメなのかっていう話なんですけど、やっぱ難しいですね。マックスでも 2V ぐらいしか出ないんで、まあ、一瞬は光るかもしれないですけど、多分人間が見えるレベルで光るようにはならないかなって感じですね。あと電流がやっぱり一回供給できない気がします。いや電流じゃねえな、まあ、ちょっと難しかったのかなって思ってます。例えば赤外線の LED とかをつけたらリモコンとかになったりするんですか。リモコンとかになるか、はい、なると思います。じゃあちょっとやってみたいと思います。あと先ほどモバイルでマイクが取れるかっていう話があったんですけど、私は NRTC とかちょっとやってるんですけど、Android の Chrome だと取れると。Android の Chrome だとマイク入力は取れるそうです。よかったですね、専門家がいて。ありがとうございます。ありがとうございます。他に、完全に私サントンプラにて聞いたパッと考えなんですけども、信号処理って結構 GPU とかあれ難しいところがあって、アセム JS とか MGA とか、うん、ああいう系でなんかうまく信号処理するとそういうことが出ない、そういうのを解決できるんじゃないかな、そういうお話っていうのはあるんですか。一応 JS でのそのアセム JS とかで信号処理すればもっと速くなるんじゃないかっていうお話なんですけど、まあ、先に結論を言うとなると思います。なぜかっていうと JavaScript の実行エンジンで動いてるんで、で AsmJS とかも JavaScript の関数として実装され見えるようになるんで、それを読んであげればいい形になるんで、多分そこでうまく使えば AsmJS で高速化できることになる できるようになると思うんですけど、結構その Web オーディオとのつなぎ込みが、まあ、もしかしたら難しいかもしれないですね。うん、まあできるかな、そのまんまフロートのあれは渡してあげればいいから、まあ、できる気がします。ちょっと僕はやったことないですけどできると思います。良さそうです。ありがとうございます。他に質問などございますか。すごい面白い話だったのでもっとバンバン質問してもいいんじゃすみません、もしご存知だったらで、はい、お願いしたいんですけども、ブラウザーじゃなくて、例えばモードと組み合わせて、この API 使えるんですけど、ブリッジみたいなもので存在したりしますか。Node.js でこの Web Audio の API を使えるかという質問なんですけど、探せばあるかもしれないですけど、ちょっと僕は探したことないんで、知らないです。すみません。なんかね、ちょっとサーバー側でいろいろやるのに面白いかなと思って。そうですね。他何か誰かございますでしょうか。いらっしゃらないですか。まだ何分かあるんですけど、私残した方、じゃあ何かやりますか。デモでもしますか。なんか素晴らしい、さっきのモールスのデモでもしますか。僕はあれすごい好きなんですよね、実装した中では。どこ行ったっけ。
あ、そうか、FSK のとこか。これですね。ダミーの音がを作ってて、まあ、複数の信号がある中で1個の値をこの赤い線があるところの信号をトラッキングしてて、でその内容が下でこういうデコードしたらどういうモールスが流れてるかっていうのがデコードされた内容に流れてくるっていうのをウェブオーディオで実装したことは、これめちゃくちゃ遅いんですけどっていうのがありますっていうかですね、これがあればみんなモールスが受信できるみたいなみたいなやつですね。はい、あ、非常に賑やかですね。よし、よし、はい。ノイズが乗ってたんですか。あ、一応ノイズを乗せてどれぐらいその精度よくいけるかみたいなのを検証したんですけど、あんまり良くないです。あ、質問が。ですね、あのウェブオーディオでですね、ちょっと長い音を出すときに結構メモリーを取るとか、あとずっと動かしてるとメモリーリークが発生して、それでそのブラウザーをクラッシュするってことが結構起きる。あとそのスマートフォン用のあのブラウザーだとやっぱりその結構バッファーが大きく取るとクラッシュするっていう、まあ、現象があって、まあ、例えば今回 の, そのモデルの例でも短い音を出して通信するっていうパターンであれば、まあ、繰り返しできるんですけども、長時間連続して音を出すようなそういう通信のものっていうのが実現できるっていうのがあるんでしょうか。ウェブオーディオで長い音を出そうとするとバッファーが足りなくなるっていう質問ですね。なんですけど、一応そのウェブオーディオのスタートっていうメソッドを呼ぶときに時間を指定できるんですね。サンプルじゃないんですけど、なんでセットインターバルで Q を回しながらある分割されたオーディオバッファーソースノードを再生して、で次のを作って、またその指定した時間を指定して再生するっていうのを繰り返していくと、きれいにつなぎ合わせつつ、メモリはあんまり取らないという実装は書けるようにはなってます。ただ結構めんどくさいです。ご質問はございますでしょうか。では、以上で発表を終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。